のソニックセバスターズですか？了解了解みんなめちゃくちゃだったんですけどこんな感じです。いけそうですか、しおんちゃん、りんちゃん、はい、最後なんか言いたいことある？特訓だー。え、どうしたの、りんちゃん、びっくりした。何何、機嫌悪いの今日、どうしたの？教官と呼んでください。はい、おい、みゆたん、しおんちゃん、いや、久保だ、はい、間、はい、今日は、はい、番外編だ。お前たちだけに声をかけたのは他でもない、はい、先日発売されたソニックスーパースターズ、これを特訓してもらう。え、もしかしてこのゲームはまさか、ここだ、 3D 進化した懐かしくも新しいハイスピード横スクロールアクションが楽しめるソニックシリーズ最新作で、4人協力マルチプレイヤー、オンライン対戦でソロプレイはもちろん友達や家族と一緒に楽しめる、あのニクセバスターズですか？指で追うんじゃないよ、しっかり。ありがとうございます。よく読めたな、台本。ありがとうございます。よし、ということで、はい、はい、このゲームの4人プレイを特訓したいと思う。あれ4人でも1、2、3、あともう1人いないですけど、よく気づいたな。あれる、今日は、はい、新しいセガニューファミリー、お前たちに紹介したいと思う、はい、進藤、挨拶しろ。うーさうさりんりんさきりん。あれ、はい、みなさん、セガニューファミリーの新田宗です。ファミリーになったよ。お願いします。完璧だ、やった、完璧だ、かわいいな、すごい、やった、やりましたよ。りんちゃんの自己紹介、アマネシちゃんができるなら、りんちゃんいらないじゃん。おいもう金役でやってもらえば、マブなんで。そうそうそう、マブなのか、マブなんですよ。前回ね、そう、ゲストで出てくれたこともあったりとかしたんだが、いや、今日マブではないぞ。おい、え、マブマブ言ってたのに、突然の切り離し、そんな、そうでしょ。私は教官である。あ、今日はお前たちついてこい。なるほど、やめてよ、初めての人が合ってるじゃん。何言ってんのね。マブの方が良かったかな。いや、任せてください、教官。ごめんごめん。まあでも教官がやるって言ってますからね。そうです、その前にいつものあれをやりましょう。おお、そうだな、あれやるか。いけますか、皆さん。はい、では行きますよ。セガゲーム情報バラエティー、セガニュー。いきなり始めるんですか、教官。始める。やりながらも分かると思うから。なるほどね。なるほど、百聞は一見にしかずだからね。そういうこと、そういうこと。 OK です。これちょっとみんなで協力しながら行きたいんだが、教官めちゃめちゃ置いてかれてます。ついてこい、お前ら。教官、教官、私がいないです。教官、教官、教官、私いないです。もう許可動かないでください。許可、ここ私見せれます。お、あ、あ、じゃ
やそのあのとにかく速いソニックでスピンしてくれ。おソニックは速く動けるんですか。あそうそうそうあの左スティックをちょっと下に傾けて、はいうんうん、でバツバツバツって連打して。あそう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 、なるほどなるほど。あこれが見せたかった。なるほど。であの連打するのは、はい、連打すればするほど加速チャージするんだが、はい、6が最大加速だそうだ。なるほど。でもこれみんなできますけど、うん、ソニックが一番速い。みんなできるけどスピードの速さはソニックが一番速いってことですか。そうそうそう。なるほど。なるほど。なんか風の噂で聞いたんですけど、私が使ってるエミーちゃんはなんかハンドルが出てるって聞いて。エミちゃん危ない、まあ、やられましたが今。エミちゃん倒しちゃったよ。エミちゃん強化。一応バツでハンマーが出るはず。あ今ハンマー出ます。これこれそう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 。おおただ敵がいないので。ああいけるか。ハンマーあなんかうまくさっきからうまく倒しちゃうんですよね。うまく倒しちゃうね。まあでもそれで倒せない敵はさっき見せたハンマーみたいなのを使えばいいってことですね。そうそうそう。了解です。いけそうなタイミングで使ってみます。じゃあラスト。はい。テイルスはおっとあ今できました。できてたわ話してる間。すいません。いけちゃいました私。飛ぶことができるんだけど、うん、一人で飛ぶだけじゃなくて、はい、味方を連れていくこともできるから、はい、ちょっと教官を連れてってみてくれ。本当だ空飛んでる教官、はい、あこれこれこれもう一回もう一回なんすね、はい、あそう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 。これ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 便利。上にあるリングとかも一緒に取りに行けるってことですか。そういうことだ。じゃあ進むか。わかりました。ちょんちょんちょん。あえこれボス、ボス、ボス。ボスなんですか。この魚から逃げたい。とにかくもう右に逃げる、はい、でもゴシャーンってくるか。あ、これこうやってくるから攻撃してくるのを避けながらってことですか。避けながら飛んだりとか。あ落ちちゃった。あ、そう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 。あれで、誰かが いなくなっちゃう。共感。でまず誰か一人でもこのここをクリアできたら先に進めるってことですよね。そういうこと、そういうこと。それを言いたかった。やばい教官が遅れを取ってる。いやちょっとちょっとあ、いなくなっちゃったよ。あーえあ、いけた。おーおいけましたー。いけたクリアでーす。これが協力プレイならではですね。なるほどー。あーよかったよかった。なんとか無事にクリアできた。ただはい、お前たちまだまだ修行が足りないみたいだから、おお私がじきじきに鍛え直してやる。あざ、はい、ようこそバトルモードへ。おおここではもう協力ではなくて、1対1ずつ4人で戦っていきたいと思う。おお、イエス、イエです。拒否権なし。なんでだー。そんなん罰で参加してくれ。おし、私って何 P なんすかね。2です。私ってミスか。はい、じゃあ動かないでジャンプしてみる。あ、確かに。みんなジャンプしてるの分かんないです。許可許可、ただただ後ろ切らして分かんないだけです。許可。あ、2P しか。あ、4P だ。あ、全員でやったら分かんないです。許可、ウサキが1でした。ちなみにこれなんすか。で、四角で攻撃することができるから、はい、これでみんなを攻撃したりとかしてダメージを与えていくんだ。わかりました。これで戦うぞ。よし、協力じゃないですもんね。そうそうそう。あ、怖い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 。あ、やばい。あ、やばい。あれ、めっちゃ強い人いる。2P かな。私ですか。あ、2と3が。すごい。私ですか、教官。あ、でも教官も負けないぞ。教官どこっすか。みんなどこに。あ、やばい、みんなに出会えないで終わる。あ、やばい。あ、5。教官どこっすか。教官、教官どこにいるんですかね。どこ教官終わっちゃいました。3本勝負だから。なるほど、あと2つある。あ、まだある。まだいける。間、元気ないか。はい、頑張ります。お、あ、始まりましたよ教官。次なんすか。次は、はい、これ、あ、いっぱい星を集めながら。星、はい、どこに、あ、ここら辺にある星を集めながら。これをいっぱい集めた人の勝ちだ。なるほど。攻撃とかはせず、ただただ集めていけばいいって感じですか。ない、ないけど、はい、なんかダンジョンに攻撃してくるやつ、仕掛けがあるから、それに気を
自分たちで攻撃するというかは、攻撃する敵から避けながら、そうそうそう、このスターみたいな星を集めていくって感じですか。そういうことだ。あざっす。みんながいるところだともう 星取られちゃうからな。でも星復活するんですよね、多分消えても。そうそうそう、だから単独行動してた方が。あ、誰だ、サンピー、おい。サンピー誰ですか。はーい。あー、神道なら許すか。神道ですね。あ、やった、共感。共感は良くないですよ。共感は良くないですよ。うさうさりに歌ってくれたからさ。共感。あ、今回は2ピー。やったー。あ、すごい、強い、強強、すごい。ラストだな、次が。適性がありました。これランダムだから。あ、そうなんですね。これなんですか。これはもうとにかく先に進むべき。誰よりも早くゴールを目指そう。わかりました。はい、いくぞ。負けませんよ。これ順位順なんだ、スタートが。わあ、確かに。あー、早く行けー。やばい、あ、やばい、坂道で止まってしまう。やば、え、どうやったみんな。あれあれ、バナナ。ちょっと待って。やばい、取り残された。あー、教官、誰も来てくれないけど。あれ、あ、バナナ、あ、行けばいいのこれ。これあれだ、なんかアイテムみたいなやつを踏むとバナナ出る。教官、やばいっす、わし逆走しております。振動が逆走してます、教官。わぁ、なんだここ。ちゃんと右向きに行くんだ。あれ、あー、やばい。あー、早く。あ、ゴールしたら終わりだ。あ、教官、ゴールしました。順位は終わりですか。どうだ。わぁ、2P。 すごい、おー、ナイス。かわいい、ボタンやるじゃないか。素晴らしい、やりました、教官。え、教官、あれ、教官、あれ、あれ、教官。指導者が、そう、優勝してるは良くないからな。教官、あれ、あれ、教官。まあ、そういう日もありますよね、教官。頭を持たせたっていう。仲良くみんなにいいですね。確かに。本当だ、3人でな。いいな、なんか、仲間に入れちゃう、私もじゃあ。私も仲間に入れてほしいな、教官。まあまあ、今日はこのくらいにしておいてやるぜ。優勝者、どうだった。いや、でもなんか本当に私今日初めてプレイしたんですけれども、うん、全然わからないなりにも協力プレイの部分はできないところみんなが補ってくれましたし、バトルは結構ね、ミニゲームで簡単だったんですごい楽しめました。あ、完璧なコメントだな。じゃあ進藤どうだった。あ、楽しかったっす。楽しそうだったな。誰よりも声が出ていた。やっぱソニック楽しいっすね。楽しかったな。ソニックで我々も仲良くなったからな。せやだ、せやだ。本当に、間だ、間だ、本当に出てきたの。間どうだったんだ。私、あの前回のセガニューで教官と2人でプレイしたんですけど、うん、やっぱ4人の方がわちゃわちゃしてて楽しかったです。2人でも楽しかったよな。教官、あれ、完全にはいしか言えないようなこと言うんじゃないですよ、教官。おい、久保田。はい、おっ。そろそろ。ちょっとなんすか。しんどい。外します。人この、私グラサンが良くないと思うんですよ。ああ、そうか。これしてるから、なんかそのよくわかんないキャラも気がするんですけど、イメージはトム・クルーズだった。おお、本当のこと言ってます。本当本当。外しますか。お願いします。外しますよ。あー、みんなごめん。もうごめん、本当に。おかえり。なんか、戻ってきた。楽しかったよ、本当。よかったよ、嬉しい。いいの、一発自己紹介しなくていいの。あ、皆さん、こんにちは。セガニュー公式キャラクターのうさきりんです。よろしくお願いします。わー、歌を歌わなくていいの。歌っていい。いいよ。うさうさりんりん、うさきりん。よかった、楽しそうで。ゲームの前はちょっと魔法の金庫でやってきた、イソロ系 VTuber、 うさきりんです。いや、ありがとうございました。しんどかった、もう本当のうさきがうずうずしていた。いや、面白かったですよ、ということで、うんうん、じゃあ私が引き継がせていただきますね。はい、お願いします。ということで、本日私たち4人がプレイしたソニックスーパースターズは現在発売中ですので、ぜひぜひ、これは多分プレイを見ていたよりも実際にやった方が楽しさが伝わると思うので、画面の前の皆さん、ぜひプレイしてみてください。
そしてここでお知らせです、はい、ソニックシンフォニーワールドツアー東京公演のチケットが各種プレイガイドにて、一時先行販売中でございます。ソニックの楽曲メドレーをお届けするオーケストラコンサートソニックシンフォニーワールドツアーはボストン、ロサンゼルス、パリ、サンパウロなどを巡って2024年2月11日に東京にて開催予定でございます。会場は LINE キューブ渋谷、特別ゲストにソニックチームから瀬上淳さんと大谷智也さんの2人が参加されます。オーケストラだけでなくロックバンドによる派手な演奏もございますので、そしてですね、各種プレイガイドでのチケット一時選考が本日10月27日から販売受付中でございます。受付期間は10月27日金曜日12時から11月5日日曜日23時59分までですので、お忘れなく。ということで、それでは次のコーナーに参りましょう。ここでニュースのお時間です。今回はサクッと紹介させていただきます。龍が如くセブン外伝、名を消した男、発売までもう間もなく龍が如く6、命の歌以降の空白の物語を描く完全新作龍が如くセブン外伝、名を消した男の販売が11月9日木曜日まで残り2週間となりました聞いてるだけむしろ進化したバトルアクションや新ステージに加え、やり込み要素満載のプレイスポットも掲載するほか、元宮、ちょっと今からちょっと一目読むからちょっと待ってね、ここだけちゃんと読まないと怒られちゃうから。元宮安風さん、山口義之さん、ファーストサマーウイカさん、キム・ジェヨクさんら豪華出演陣、豪華俳優陣が演じる魅力的な新キャラクターにご注目。真島五郎、西島大河、堂島でどうしたどうしたどうしたがセットとなったレジェンダリーファイターパックが予約特典としてついてくるデジタル版もご予約も絶賛受付中ですので、予約がまだの方はこれを機にぜひお見逃しなく。そんだけ何かしたいなんて、ちょっと読んでもらえますかこれ。わかりました。いいですか。はい、ちょっと読んでくださいそれを。じゃあおっすおっす続いてのニュースです。メタクエスト版サンバでアミーゴバーチャルパーティングどうした。ニュース中ですよ。そうですよ、ちゃんと真面目に読んでください。しっかりちゃんと、はい、真面目に読んでください、はいはい。メタクエスト版サンバでアミーゴバーチャルパーティー好評発売中シントさんサンバでアミーゴパーティーセントラルのメタクエスト版サンバでアミーゴバーチャルパーティーがメタクエスト3、メタクエスト2、メタクエストプロに向けて10月13日金曜日発売されました。本作は、タッチコントローラーのスムースな操作を実現しており、カラフルで派手なグラフィックの世界で音楽とともに飛んでくるリズム玉が枠に入るタイミングでシェイクして遊ぶことができます。2024年1月12日金曜までに購入した方は追加楽曲として配信されるヴァンパイアを無料で手にすることが手に入れることができますので、この機会をお見逃しなく。ちょっと何なんですか、両方から出てきて2本でやらせていただいてます。じゃあちょっと二刀流で読んでくださいよ。はい、プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクよりミニ色紙コレクション第30弾、そしてアプリ3周年で新ビジュアルとなったキャラクターのイラストを使用したマグカップ、アクリルスティックキーホルダーコレクション、チビキャラが可愛いハンドタオル、つながるアクリルスタンドコレクションがセガ公式オンラインショップセガストアおよび全国のアニメイト各店アニメイト通販アマゾンにて12月下旬および1月中旬に発売されます。みーちゃん生きてる。現在予約受付中ですのでぜひチェックしてみてください。みーちゃん寝てる。みーちゃん終わりました。はい、終わりました。終わりましたよ。じゃあ受け取りますね。はい、お願いします。ちょっとリンちゃんは聞かなかったですね。ダメでしたね。相田さんも強かったですね。最高だ。ということで以上、今日のニュース3選でした。最新グッズ情報。ちょっと待って。え？何？さっきのは何ですか？あれは。さっきの。なんだね、なんだって言われてもね。逆にどうでした？めっちゃ良かった。あ、いいんだ。いいんだ。あれがいいらしいよ。いい好みだ。刺さってたんだあれが。刺さってるんです、ね。それなら良かった。またぜひお願いいたします。ぜひヒラにお願いいたします。よかった。今怒られるテンションだったのにね。完全にびっくりしちゃった。もう大満足したところで本日のこちらのグッズを紹介していきたいと思います。はい、お願いします。
今回ご紹介させていただくのは、うん、プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミクより誕生日を記念したミニ色紙コレクション SP アニバーサリーバースデーです。ちょっと一緒に出してもらっていいですか。はい、現在発売中のこちらの商品はユニットごとに ABC と3種類ございまして、はい、A では、はい、レオニードとワンダーランズショータイムのメンバーが勢ぞろいです。はい、B では、はい、モアモアジャンプと25時ナイトコードでのメンバーの華やかなイラストが収録されています。わ、かわいい、きれい、かわいい、きれい。そして最後にビビットバットスクワットとバーチャルシンガーのメンバーが封入されている C となります。こんな感じかな。はい、わー素敵ですね。うん、でもちょっと騎士かわいい、こんな感じです。あまねさん今やりに行ったよ。ちょっと可愛いかもしれないな。確かにね、なんか並べて飾りたいよね、これ。そうそう、並べて飾りたいなって思って。こんな感じ。こういう縦でもいい。ちょっと顔だけやめてくださいね。すごい。リンちゃん、ちゃんと持って、リンちゃん。スタンドにするんじゃないよ。リンちゃんちゃんと受け止めて、この色紙。全部隠れてる。もう顔ちょっと。やるぞ。何を？使いますわ。え？何を？何を？魔法、怖い怖い怖い。魔法ついに、あ、ついに見れるんですか。え、噂のあれってこと。ねえ、なんかずっとね、まあ、もうバカげしすぎですよ。魔法少女なんで。うわ、やっちゃうなこれ。でも魔法、なんかすごい、さっきからすごい、ちょっと透明な紐みたいなの気になってた。これが噂の魔法なの。魔法、これ何なんだろうと思ってずっと。これすごい気になる。それも、それ先に言うのダメじゃん。ダメなやつじゃん。でもまあ見せてくれるなら、まあ、見せてやりますよ。まあ見ようかな。魔法少女といえばやっぱ空飛べるから。おお、なるほど。まあ種も仕掛けもなく空飛んでみせますよ。おお、種も、まあ、じゃあこれ今切っていいんだ。え、行くぞ。切る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 。空空空飛べー。なんか出てきたよ。なんか落ちたけど、中身出てきたよ。中身中身って言うじゃないよ。中身見てない。水分ですからね。水分だから。え、りんちゃん後ろ向いちゃったよ。りんちゃんこの状況は大丈夫なの。大丈夫。じゃあ隠れるよりはマシだ。で、りんちゃん後ろ向きだよ。いいんじゃない。大丈夫。あ、ちょっとこっち見えた。あ、よかったよかったよかった。あ、でもりんちゃんこっからだとりんちゃんの中が丸見えない。スカートもすぐんじゃないよ。りんちゃん中身何もない。りんちゃん中身何もない。ちょっと黙って。りんちゃん本日は色紙以外にもなんとアクリルチャームをご紹介させていただきます。はい、こちらはキャラクターの誕生日を記念したイラストがロゼット風のアクリルチャームになっております。はい、ABC とまた出してください。 A ではレオニードとビビットバットスクワットが、アクリルチャームかわいいんですよ。これもかわいいですよね。かわいい。そして B ではモアモアジャンプとワンダーランズショータイム、ちゃんとロゼット風になってますね。C では25時ナイトコードでとバーチャルシンガーたちがそれぞれラインナップされてます。どうですか。かわいい。いいですね。バッグとかにつけるのもありだし、これも普通になんか飾る用でね。やばい、そのまま飾ってもかわいい。飾ってもかわいい。りんちゃん見えてるこれ。見えてるよ。どこ見てるのりんちゃん。りんちゃん、りんちゃんどこに何があるの。セガさんの明日を見ている。何が、その明日に何が映ってる。どんな感じですか。降りてきた、降りてきた、降りてきた。あれ、りんちゃんどうしたの。りんちゃん飽きた。上このこうしとく。いいよりんちゃん。前向いて、前向かしてくれ。あ、でりんちゃんのさ、ここにさ、つけられそうじゃない。あ、確かに確かに。可愛くしてくれるなら嬉しい。ここにさ、ほら、あ、りんちゃんそこにつけるのありだね。りんちゃんの体にも見えないね。顔がちゃんと映ってからコーナー締めたいなとは思ってたんだけど。でもちゃんと宣伝しないと、ほらセガの番組なんだから。あ、背負ってみたいなことかな。そうそうそう、ほら。あということで、以上グッズ紹介のコーナーでした。バイバイ。発車でバイバイ。セガ横断ウルトラプレゼントチャレンジ。このコーナーでは番組から与えられたミッションを果たしてクリアできるのかできないのかを視聴者の皆さんに予想していただくコーナーでございます。この放送の少し前にセガニュー公式 X でこんな感じで
はい、投稿していると思いますので、詳しい応募方法などはそちらをご確認ください。そして見事に予想を的中させた方の中から抽選でプレゼントをお送りさせていただきます。今回のプレゼントは今日ここにいるセガニューメンバーのサイン色紙でございます。いいな、すごい贅沢ですね。欲しい、贅沢。そして今回ミッションに挑戦していただくのはしおんちゃんです。おお、緊張しますね。ミッションが来るのか。じゃあミッションをちょっと届けてもらうんですけれども、お、うん、りんちゃん降りてきて。あれあれすごい。あれりんちゃんのその髪の毛何も言わずになんかあんなにオープニングがいいですね。いいですね、入れてく、あんなに最初はさ、ね、うん、もうすごいイケイケゴーゴーの教官やってたのに、今はもうりんちゃんどうしちゃったの。りんちゃんどうしちゃったの。りんちゃん、りんちゃんもう飛べなくなっちゃったの。りんちゃん展開、展開に戻っていいよ。うん、空を飛ぶんだ。飛べりん、飛べ、行け、飛べ。届けるだけ届けて、はい、帰るね。じゃあということでしおんちゃんにぜひミッション読んでいただきましょう。はい、今回のミッション、はい、指令、目隠しした状態で3分以内にアクト1クリアを目指せ。はい、ということで今回のミッションは先ほど行いましたソニックスーパースターズでこちらのミッションをしていただきたいと思います。はい、目隠しってやばくないですか。目隠してるから、うん、我々でアシストしてあげたいけど、いけるかな。ジャンプとか、うん、ちょっと我々でアシストしながらですね、ミッション挑戦していきましょうかね。はい、はい、ということで準備が整いましたので早速はい、見えてます。何にも見えてないです。本当ですか。ここ似合ってますよ。ここ似合ってる。可愛いですよ、とても。ありがとうございます。可愛いですよ。ではじゃあコントローラー、はい、はい、授与式コントローラー、あ、ありがとうございます。いけそうですか、しおんちゃん。いや、多分、うん、ジャンプとか言ってもらえたら、はい、あ、我々も精一杯アシストしますので、はい、じゃあゲーム開始いきましょうかね。それではチャレンジスタート。開始。開始。わあ、ドキドキするねこれ。緊張する。多分ソニックをこういう形でプレイした人は。開始が分からない。始まってる。開始が分からない。あ、始まってますよ。はい、あ、もうダッシュして大丈夫ですよ。シオンちゃんはエミを使っております今回。あ、でもうまいこと言ってる。ジャンプ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 。で進んで。で、そう、ダッシュ。ダッシュ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 。イエス。すごい、yes! うまいことリンゴ、yes! 音だけ聞こえる。ジャンプジャンプジャンプ、敵を倒して、ジャンプジャンプジャンプ、ダッシュ、レッツゴー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 、なんで英語なんだろう。レッツゴーレッツゴーダッシュ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 。しおんちゃん別に日本語でも分かるのに英語なんだろう。ダッシュダッシュ、いい感じですか。今何分ですか。まだ、あ、今47秒ですね。お、じゃあと2分くらい。頑張れ。ダッシュ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 、 L スティックを下に下ろして、 B ボタンを連打。はい、レッツゴー、イエス、イエス、イエス、カギさんです、危ないです、えい、レッツゴー、レッツゴー、右へ右へ右へ、よいしょ、あ、ジャンプしなくていいかも、しなくてよかった、あ、ジャンプジャンプジャンプ、よいしょ、はい、右へ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 、頑張れ、レッツゴー、あ、ジャンプ、ジャンプ、危ない、2段ジャンプ、頑張れ頑張れ、ジャンプ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 、あ、イエス、イエス、よし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 、イエス、なんでイエスなんだろうな。ダッシュダッシュダッシュ、あ、やばい、ジャンプしちゃった、あ、あ、ガレソース、そうやばい、あと5、やばい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 、あ、2、いけるところまで、わあ、3分は終了しましたが残りラストスパートなんで最後まで行きますか。ダメだ、ジャンプジャンプジャンプ、ダッシュ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 、次は最後のダッシュダッシュダッシュ、ボスがいるとこですね。ダッシュダッシュ、ジャンプジャンプ、ダッシュ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 、ジャンプジャンプジャンプ、終了です。いや、でもうまいこといきましたよ、意外と。本当ですか。はい、プロの方ですか。目隠しソニックプロの方かもしれない。周りがすごいジャンプジャンプってイエスって言ってくれて、いや、音って大丈夫ですよ。音って大丈夫ですよ。あ、明るい世界ようこそ。うん、眩しい。どうでした。ずっと、うん、この角が鼻に刺さって、痛いね、刺さってて面白かったです。でも意外に、
いいとこまで行けてましたね。ラストスパートまで行けてたんで、才能がもしかしたら、そうなんか練ったら行けてたかもしれない。もっと鍛えたら鍛えたらこの道を鍛えに行く、鍛えに行くのもあるかもしれない。新しいしおんちゃんの才能が開花しましたが、はい、ということで挑戦自体は失敗でございます。でもこれはですね、成功しても失敗しても予想ですから、うん、ということで今回は失敗を選んだ方の中から抽選で私たちのサイン色紙をプレゼントいたします。当選者の方は DM をね、ダイレクトメッセージを送りますのでお待ちください。はい、それでは全員集合。はい、あれ3人いるけど、あれもう1人は、あれあれもう一人はいますよ。おいた、上上ここにいるけど、あ、いたいた、ね、今どこ見てんの。今セガニューファミリーの明日よ。あ、我々の明日を見てくれてありがとう。明るそうです。明るそう、眩しい。よかったライトが眩しいんじゃなくてライトが近いから眩しいんじゃなくて、見えないぐらい眩しい。あ、そっか、よかった。エンディングそこでやる。降りたい、降りたい、降りて、降りてくよ。だって自分の魔法なんだから。そうね、降りておいでよ。一日一回やけな。溶けないんだ。閉めていただいて。わかりました、はい、ということでエンディングの時間でございます。はい、今回やってまいりましたが、皆さんいかがでした。じゃあしおんちゃんからいかがでした。はい、いやなんか今回すごいいろんな遊び方でソニックスーパースターズ遊べた気がして、うんうん、なんか最後の目隠しもなんかみんなもぜひやってほしい。我々もいつかね、なんとね、挑戦しましょう。体験してほしいです。そうだね、はい、アマネちゃん今日初めてでしたがいかがでした。はい、いやまさかあのこの間あの、うん、東京ゲームショーでたまたまセガブースでこうやってソニック のダンスを見ながら、またセガニュー行きたいななんて思ってたら、まさかソニックで帰ってくるだなんて。確かに、ね、はい、もう帰ってきたらファミリーに入れていただけてて、ね、とても嬉しかったです。よかった。はい、ぜひぜひ。そしてじゃありんちゃん、はい、最後なんか言いたいことある。あの皆さんの愛を感じたとってもいい会になりましたね。そう、なんかアマネスちゃんがファミリーに加わってくれたりとか、なんか番外編を経てなんか番組がパワーアップしてるなという印象のとってもいい会になったと私は思ってますよ。よかった、明日は明るいです。よかったでございます。ということでね、今回もすごくいろんなねゲームに挑戦したり、さまざまなコーナーありました、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。なんでニヤニヤしてるんですか。なんかすごいちょっと動いてんだよな。ちょっとちょっとだけ動く、ちょっとだけ上下に動いてんだよな。ちょっと手がプルプルしちゃうのかもしれない。で地上にいる人間もいれば空を飛んでる天井人です。はい、すごく個性豊かなセガニューファミリーメンバーが今後も登場いたしますので、お楽しみに。それではエンディングは番組のテーマ曲うさきりんちゃんのスターズチューンを聴きながらお別れしましょう。次回の放送もお楽しみに。それでは皆さんバイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。あ、みんなにじゃないよ。番組がよ。心の綺麗規則的にだけど早くなる気がしてる。そこに連れて行ってくれる。見渡す限り明るい青。魂に光灯したなら世界は輝いて見える。ほんの指先そして軽くなる気がしたよ。どこにいて
良くて続く。